8月11日三島市民文化会館小ホールにて三島駅南口周辺の開発に関する市民説明会を開催しました。三島市では5月に開催した地域行政懇談会において長年の懸案である三島駅南口の開発について取り上げ、事業の経過、必要性、開発コンセプトなどを説明し、ご意見などを伺う機会としました。また7月には第4次三島市総合計画や三島駅周辺グランドデザイン策定時に意見を伺った団体などに向けた説明会を開催しました。今回の市民説明会では、より多くの市民の皆さんに理解を深めていただくことを目的に、広域健康医療拠点、広域観光交流拠点の整備がメインテーマとなりました。豊岡市長から三島駅の南口の現状や再開発の検討経過、グランドデザインの具体的イメージなどについて説明がありました。東海区を広域健康医療拠点として整備し、にぎわいと経済の活性化を図っていく。西海区はホテルを中心に食事や買い物、周辺観光情報の提供ができる広域観光交流拠点として整備をしていくということによって、税収の効果、それから駐車場の収入、借地料というだけではなくて、経済波及効果をですね、大きく発揮していただくように出していこうと、こういうことでございます。三島が今後ですね、持続的発展をしていくためには、一つは観光を発信とした産業振興に全力で取り組んでいく必要がございます。そして二つ目は、三ツ矢の購入ランチ、これをですね、作り上げて、そしてそこにしっかりと企業誘致をしていく。ということでございます。そして3つ目が三島駅前開発によるにぎわい工事の拠点を作っていくということによって、若者が働いてもらう場所を作り上げていくということでございます。説明会後半の質疑応答の時間では、活発な意見交換がなされ、市民の関心の高さが伺えました。